はい、今月のこだわり便を紹介します。じゃじゃん、今月はキャラメル4種の詰め合わせです。中がこんな感じになっております。生キャラメルですね。これ1日で食べたら多分糖質オーバーでね、体調壊すので1日で食べないように気をつけてください。1日1個にしようね。そしたらこんなにあったら1ヶ月以上は楽しめますよ。ということでこちら、はい、キャラメル、こちらがですね、蜂蜜ですね。蜂蜜の生キャラメルです。皆さん食べるときはね、できたら少し柔らかくなってから食べるのがおすすめ。あとこれ1個でも相当味が濃いので、私のおすすめ、半分に切って食べてみてください。食べたい時に冷蔵庫から出して半分に切って口の中で噛むんじゃなくて溶かすように食べるのがおすすめです。これ1個そのまま口にパクッといっちゃうとめちゃくちゃ味濃いので、半分に切ってください。蜂蜜味の生キャラメル。そしてそしてこちら、この真っ黒なのがショコラでございます。チョコレートですね。はい、ガナッシュのようなキャラメルのようなこの絶妙なのがとっても美味しい。チョコ好きにはたまらん味になっております。こちらも味が濃いので半分に切って食べてください。続きましてこちら、はい、塩キャラメルです。フランスのお塩、フルールドセルト、そしてバニラがたっぷり入った塩キャラメルです。こちらは王道のキャラメルですね。この前の全国ツアーで物販で出したんですけど、めちゃくちゃ好評でした。初めて目を見て天才って言われました。嬉しかったですみんななんかね、鳥肌だった、すごい、これ美味しい、人生でこんな美味しいキャラメル食べたことないって言ったのがこちらでございます。確かに私もフランスに行かないとこんなキャラメルには出会えなかったので、本当にフランスで食べてよかったなと思うのがキャラメルでしたね。続いてこちらラムレーズンでございます。刻んだラムレーズンが入っております。当初はパッションフルーツの予定だったんですけども変えました。というのもパッションピューレが煮詰まってしまうとかなり味が酸っぱくなったんですね。さらにフルーツのピューレ、酵素の力もあってキャラメルが歯にくっつくネチッとした感じになってしまったし、作るの難しいのと、あとパッションフルーツのピューレもなかなか手に入りにくいということで、皆さんが作りやすいものがきっといいだろうなと思ったのでラムレーズンに変えました。これ美味しかったです。フランスで食べたのはラムレーズンなかったんですけども、作って正解。キャラメルとラムレーズンはもう完全に相性がいいので、皆さん想像通りの味になっております。ということで今月のこだわり便、こんなに入っております。こちらとレシピと動画もついてありますのでね、ぜひぜひお買い求めください。やっと私も完成いたしました。はあ、疲れた。ということで皆さんがこちら食べてくれるのをね、はい、感想も楽しみにお待ちしております。バイバーイ。さて今からショコラを作っていきます。仕込みの動画なんで量がかなり多いんですけども、こちらの大きいお鍋には水飴とグラニュー糖ですね。でこっちのちっちゃいお鍋ですね、こちら生クリーム入っております。まずは生クリームをね、温めていきたいと思うんですけども、ここにココアを入れていきます。もう最初はこの日の時点でもうなんかね、弱火にして入れちゃっていいじゃないかなと思いますので、ココアパウダーを入れて混ぜていきます。はい、こちらですね、ココアパウダーを入れていきます。もう一気でいいです。最初は全然混ざってないんですけど、これは次第に混ざってくれます。冷たい状態から入れても大丈夫です。いくつか私もキャラメル試作したんですけども、やっぱりね、液体が多く入ってしまったりするとキャラメルちょっとネチッとした食感になります。チョコレートの味を出したいからといってチョコだけでやっちゃうと、やっぱりね、チョコレート硬くなってしまってキャラメルがカチカチになったりとかするんですよ。で、フルーツのキャラメル作るのも試作でやったんですけど、フルーツのキャラメルもですね、大変なことになってしまいまして、結構なんかね、歯にくっつくような食感になってしまいました。まあ、なのでできるだけこういうちょっと粉類
とかがいいですね。だからフルーツ味のキャラメル作りたいんだったらフルーツパウダーをここに入れて作るとかが多分一番いいんじゃないかなと思います。パッションフルーツを私作ったんですけど、パッションこの中に入れてね温めたんですよ。で結局やっぱり水分なんで、生クリームはちょっと油分みたいなとこありますけど、パッションでやるとキャラメルが歯にくっつきました。しかもフルーツが煮詰まっちゃうので酸っぱくなるんですよ。なのでね、フルーツパウダーみたいなものがあれば生クリームに溶かして使っていいんじゃないかなと思うんですけど、フルーツパウダーがない場合は作るのかなり難しくなると思います。私あのいちごのパウダーはあったんで、いちご味はねできるかもしれないんですけど、パッションフルーツのパウダーは持ってなかったので、ちょっと今回はね諦めました。でチョコレートもあのこの後、まあ、チョコレートバターと一緒にですね、はい、カレボ 70.5% ベルギーのいいチョコレート入れるんですけど、これだけで味付けすると油っぽくなってしまうし、あと固くなっちゃうんですね。チョコレート固まる力強いので、なのでこの苦さの部分ですね、カカオの部分はココアパウダーで補ってあげた方が硬さ的にも味的にもすごくバランスが取れた味付けになりますので、こういう風にやっております。もしあの抹茶味にしたいんだったら、これをココアパウダーを抹茶にしてもらって、でチョコレートをホワイトチョコにするとかアレンジしてもらうとすごくいいと思います。はい、ということで綺麗にココアが溶けましたね。裏ごしする必要はありません。このまま沸騰直前まで温めていきましょう。いいと思います。なのでね、紅茶味にしたいんだったら、ここはあのティーファリーヌっていう紅茶のパウダーにしたり、ほうじ茶の味にしたいんだったらほうじ茶パウダーにしたり、そういう風なアレンジをしていただくといいんじゃないかなと思います。ただキャラメルはちょっとほろ苦いのが美味しいので、こう私の中のイメージとしてはやっぱりチョコが一番相性いいんじゃないかなと思います。まずはチョコレートで試してみてくださいね。でチョコレートを後で入れる、このさっき紹介したのもカカオ分 70.5% ありますので、できるだけ高カカオの方がいいですね。キャラメルって結構甘いんでね、甘いチョコレートを使うとくどくなってしまうので、なるべく高カカオの分を用意しましょう。さて、いいと思います。沸騰直前まで温まってきました。では、火を止めていきます。うん、これぐらいで OK ですね。はい、では、こっちのやつね、温めていきます。さて、こちら、水飴とグラニュー糖が入っております。すごく量が多いです。こちらは何人分だろう。一気に、まあ、60人分ぐらいを一気に作っているのでかなりの量ですね。グラニュー糖1キロで作っているんですけども、これねポイントは混ぜないことですね。中でこう混ぜたいじゃないですか、混ざってないから混ぜたいんですけど、混ぜてしまうと砂糖は結晶化するんで、こうやって揺すって溶かしていきます。ほったらかしにすると下だけ焦げちゃうので、つきっきりですね。つきっきりで鍋を揺すりながら溶かしていきましょう。私はあのこうやって今グローブしてるんですけども、これもしておいた方がいいです。キャラメル作りですね、飛び散ったら大やけどですね。180度ぐらい砂糖を熱するので、もしこうピッと飛び散ってしまったりとか、あとここ結構蒸気が上がってきて、あの素手でやっちゃうとすごく熱いので、こんなのをしてた方がいいと思います。もしくは軍手とかですね、はい、ミトンだとちょっと作業的に掴むとか難しいので、手が滑っちゃうこともあるので、5本指が動かせるものを手にしっかりしてもらった方がいいと思います。さあ、こんな感じで溶かしていきます。うん、だんだん溶けてきましたね。わかりますか？うん、もう少しいきますね。
このレシピをね作るにあたって結構失敗しましてやっぱり難しいですね。一からレシピを作るというのは非常に難しいです。このチョコレートも、今回で5回目ぐらいですかね。はい、何回も何回もやってやっとできたレシピなんでね、皆さんもね真似して作ってほしいなと思います。こだわり瓶がね今月、はい、8月の、まあ、最終の日曜日から販売開始になっておりますが、これが終わったらねまた新しいねこだわり瓶が出ます。9月がこだわり瓶というかエキスポの返礼品が出ますね。はい、なのでエキスポの返礼品がケーキがいろいろ入ってケーキとかキャラメルとか、10種類ぐらいになります。今までで一番豪華になりますのでね、ぜひぜひまだね購入できてない方は購入してもいいんじゃないかなと思います。レシピもつくしね。さて溶けてきました。もう少しいきます。さて溶けてきましたね。もう少しですね、ちょっと塊があるのでもう少し溶かしていきます。で全体的に溶けてきたら温度計を刺します。で温度計を刺して180度まで温度を上げます。温度計を刺して180度まで上げたところで火を弱火にして先ほどのココアを入れたいと思います。180ですね。はい、温度計を使います。この前使ってたタニタの温度計は壊れましただいぶ寿命が来てたんですけどもね、作りすぎてね、はい、壊れてしまいました。こちらもね、この前電気屋さんで買いましたケーズ電気で買ったんですけど、こちら300度まで大丈夫でしたね。温度がね300まで大丈夫でお値段1280円でした。はい、ということで温度計もバッチリ準備してこちら熱していきます。こうやって揺すりながらね、まだ若干塊があるのでこうやって溶かしてあげます。もう少しいきましょう。さあ溶けてきました。お家で作っている方ここで換気扇回し始めましょう。どうしてもねこの後すごい蒸気がブワッと出ます。警報器が鳴ってしまうことがあるので、ここら辺から少し換気扇を回してやっていきます。180になるまでですね。ちょっと塊あるのでこんなんで溶かします。まあ後で煮詰めるんでね、若干の塊が残ってても大丈夫です。あ、もうそんなこと言ってたもん。173、4、5と上がってきましたね。このまま180になったらさっきのココアを入れ始めます。177いきました。はい、178179いきますよ次で。はい、179きましたね。色がこんな感じです。きつね色ですね。はい、179.5。 はい、180。はい、 OK ですね。では火加減弱火です。ちょっと弱火にしてます。でここにココア入れます。で一気に入れないように気をつけてくださいね。ちょっと混ぜます。ちょっとねぶわっとこう上がってくるんで、お鍋は大きなものを用意しましょうね。ちっちゃいお鍋とかフライパンでやってたらこぼれることがあります。だいぶ熱いです。もう蒸気熱いんで手はやけどしないように本当にこう手にね何かつけてた方が安全です。ではこの中に全部入りました。そうしましたらこちらが120ぐらいまで温度を上げていきます。ちょっと今測ってみるとね、まあ、ちょっとわかると思うんですけど、このまま温度計を差しながら混ぜながら120ぐらいまでいきます。125とかが一応目安なんですけども、勝手に余熱で上がってくれるんで120付近でストップしたいと思います。
あ、もう120付近行きましたね。もうストップします。はい、では火を止めました。あとはこれを冷ましていきます。120でね、止めてあげてください。で、このまま、この今ちょっとブクブクと沸騰してるんですけども、放置しておきます。で、放置して温度計でまあ100度を切るぐらいですね。100度を切ってきたら、この後、まあ、中にチョコレートと、あとですね、バターを加えていきます。チョコとバターを入れます。この熱い状態では入れないように気をつけてください。では一旦待ちます。はい、それでは温度が下がってきたので、こちらの中にバターとね、チョコレート加えます。はい、バターですね。バターを入れて、そしてチョコレートも入れます。チョコレートですね。はい、あとはこちらを混ぜて溶かしていくだけですね。砂糖と生クリームと水飴、チョコレートにバター、もう本当にもう糖質と脂質の塊ですね。ちょっとこの大量の仕込みの映像を見ると少しゾッとすると思うんですけど、食べたら美味しいんですね。まあ、これを全部食べるわけじゃないので、カットするとね、これ何人分だ、かなりの数ができます。まあ、なので少しずつ食べてください。お菓子を食べても太らないようにするにはどうしたらいいですかっていう質問を定期的に私もいただくんですけども、私のおすすめの食べ方はですね、必ず5時までに食べてください。夕方の5時です。3時のおやつっていうね、言葉があるように、やはりね、3時とか、まあ、できたら5時ぐらいまでに食べていただくと、すごくね、お腹の中に残らずちゃんと消化してくれます。夜に食べるのはね、そのまま脂肪になってしまうので、なるべく夜に食べるのは控えてほしいんですけども、日中だとカロリーって消費してくれるので、できたらね、お昼ご飯食べた後の少しのデザートみたいに食べてもらったらいいと思います。あとは1日200キロカロリー以内ぐらいがいいと思います。いちごショートだったら1個で350とかあるので、ケーキ1個分までいくとちょっと多いんですけども、まあ、ケーキ半分の量ぐらいだったら OK。 もしケーキ1個食べちゃったってなると、その分多く食べ過ぎちゃった分ですね、ケーキだいたい1個400キロカロリーぐらいあるので、その分夜の白ご飯をサラダに置き換えるとかにすると、まあカロリー的には大丈夫です。私も仕事柄昼間にこうやって油とかあと砂糖とかたくさん試食して食べたりするので、夜はなるべくヘルシーにしております。なので皆さんもね、美味しいものを食べるときはできるだけ日中に食べてもらって、そして夜は控えめに、夜は野菜とかね、スープとかをメインにして食べてもらうとね、体にもいいし、そして心もちゃんとリフレッシュするので、食べ過ぎには注意してください。では引き続き混ぜていきます。さて、混ざったので型に流し入れていきます。4倍量で仕込んでたんですけども、こちらの方ですね、皆さん見てください。ロクキッチンのこの方箱なんですよ。箱がちょっと形が崩れちゃったりとか、シミがついちゃったやつは廃棄にしてあるんですけど、これはちょうどね、キャラメルのね、型にぴったりなんですね。もう汚れまくってますけども、これはもう型として利用しております。はい、ということでこちらに流していきたいと思います。ちょうど4等分するんですけども、だいたい1個が460ぐらいかな。はい、なのでね、ちょっとこれ重たいんですけども、頑張って460測っていきたいと思います。これね、ぼーっとしてね、キャラメルをお鍋で放置しておくと、お鍋の中でキャラメル固まり始めるんで、これぐらいサラサラな時にね、流してあげてください。そうしないとね、お鍋でキャラメルが固まっちゃいます。はい、無事にキャラメルができました。あとはこちらね、冷やしていきます。
冷凍に入れましょう。冷蔵だとねちょっとこう切るとき切りにくいんですよね。冷凍に入れてもらってでちょっと半解凍ぐらいしてカットして冷蔵保存でもいいんですけど、フィルム巻くときとかいろいろ考えたらやっぱカチカチの方が作業しやすいので、このまま冷凍庫に行きたいと思います。で冷凍で固まったら取り出して、ちょっと柔らかくなったぐらいで包丁で切っていきます。で包丁で切ったものをフィルムで巻いたら完成になります。冷凍保存すると賞味期限はそうだな半年は持つと思います。これだけたっぷりの砂糖を使ってたら腐るにも腐らないのでね、やはりあの砂糖が多いとか塩が多いお漬物とかって傷みにくいじゃないですか。その中でもキャラメルはダントツに砂糖が多いものなんで、ジャムとかよりも賞味期限長いイメージですね。なので1回作ったらね、まあ、たくさん1回分でできるんですけども、ちょっとずつ食べてもらっても半年ぐらいは日持ちするので、ぜひ作ってみてください。